っと取れましたね、ボールに2個分ぐらい。ただまだボール広島です。今度は柏、柏が中に切り込んでいく、宇高が待っている、宇高のヘディング、完全にフリーでした。いやー、今谷口選手ちょっと背後に置いてたんですけども、あの置き方は危険ですよね、もうちょっと把握できるポジショニングじゃないと危ないですね。残りあと1点勝負という時間帯になってきたかもしれません。気を抜いた方が勝ち点を失う、そんな展開になるでしょうか。森谷から受けたのは大久保、小林が動き出している、ここは左を使って変わった中野、中野からパーサイド、エンシール止まれて小林いる、もう一度小林から今度は森谷、一人かわしてシュート、林を見送るしかありません。森谷健太郎が決めました。見事なゴールが決まって、ホーム川崎待望の先制トライ、これはすごい。いや、思わず下村さんも素晴らしいという声が漏れました。いや、あのね、あの1度目最初ボールコントロールした時に打つ気持ちあったと思うんですよ。でも相手の動きをちゃんと見てもう1回持ち出した、それでシュート打ったんですよ。そのシーンです。ここで1人かわします、そしてこのシュート、しっかり相手も見えてたし、まあ、これですよね、まず1人かわしてもう1回持ち直す、でゴールほとんど見てないんでね、関節視野でも頭に残ってるイメージで打ちましたよね。あの見送っていく林の姿も含めて、何か一瞬時間が止まったような、いや、そうですね、林選手の動き見てるとね、もうボール上に越えるのかなって一瞬思ったんですけども、はい、無回転でしたよね。